JFE ホールディングス元社長。日本鉄鋼連盟第12代会長、世界鉄鋼協会会長を歴任。兵庫県芦屋市出身。1973年に東京大学大学院工学系、研究科修士課程を修了し、川崎製鉄に入社。技術畑出身で、川崎製鉄では主に、千葉や水島で製鉄所の成功部門を担当。本社では、 鉄工企画部、経営企画部など、川鉄社長への投入門となる、企画部門を歩む。川鉄経営企画部長時代に、大韓民国の鉄工メーカー現代ハイスコや、東国製工とのアライアンス締結をまとめる。日本交換と川崎製鉄の経営統合協議では、中核メンバーの一人として参加。JFE スチール専務時代は、 中国の公衆公鉄企業集団と自動車用、公販合弁事業、公衆 JFE 公販の設立などを手掛ける。数と文雄の後を受け、2005年4月に56歳で JFE スチール第二大社長に就任。2006年5月には日本鉄鋼連盟会長となり、新日本製鉄出身でない初の同連盟会長となる。日本鉄鋼連盟会長の就任会見では、 鉄鉱石や塩など鉄鋼製品の原料高騰に触れて需要加算にお願いしないといけないと表明。また、連盟会員の神戸製鋼所が売ンデータ解ん問題を起こしたことについて、コンプライアンスは基本的な課題で遺憾と述べている。2010年4月1日より JFE ホールディングス代表取締役社長に就任。 同年3月期の報酬が1億円を超えていたと報じられた。趣味は旅行、テニス。ありがとうございます。